ゲームスタート。どうもこんにちは、こんばんは、岩です。稲妻イレブン3前回の次からやっていきましょうということで、お久しぶりです。皆さんお久しぶりです。いやね、結構ね休んでしまった。動画投稿としては2週間ぐらいだと思うんですけど、まあ、動画1ヶ月ぐらい撮ってませんでした。はい、すげえ久しぶり、すごい新鮮な気持ちですね今。はい、なんかもう本当に初心、初めの頃に戻った気持ちでね今実況をしておりますということで、まあね久しぶりにやっぱ一発目、久しぶりのね一発目何しようかなと思ったところ、やっぱマモデンのねストーリーではなく、この DS の方のねイナイレ3、俺が小学校からやってるデータでね、ちょっと久しぶりの稲妻イレブン3実況を撮っていけたらなと思います。はい、でマジでねネタ何も思いついてない。なんかとりあえずちょっと適当にやろうかな。適当って言い方良くないな。うん、適当って言い方良くない。俺あんま好きじゃないの適当っていうの。適当好きじゃないけど言っちゃう。だからね、まあイナイレ3でちょっと対戦ルートでもねやっていきながら、ちょ稲妻イレブン3の楽しさを再確認しながら、うん、ちょっとまたね実況再開していきたいと思います。さあ、まあまあまあ大好きじいさんのところでいいかな。いや2週間、まあ僕の中の体感時間では1ヶ月、体感時間ってなんだ、精神と時の部屋に僕いたんで、皆さんの1日が僕の中での1年なんですよ。まあその辺置いといて、アメリカ大陸選抜と戦っていきましょう。さあということで、今午後23時、アメリカ大陸選抜の、ユニフォームじゃないですね、エンブレム見るとすごい胃もたれが、胃に魔物が襲ってきますということで、フォーメーションこんな感じです。いつだっけな、カオスエンジェルスだっけ、戦った時と多分変わってません。俺のフルパ、俺のガチパなんでこれ、うん、俺のこれガチスカなんでよろしくお願いします。さあアメリカ大陸選抜はディラインの、ディラン好きなんだよね。でテラスと、あ、ホルエはまあガバなんで、はい、ガバガバなんで自動ドア。ホルフェ・オルテガ、ミリオンヘンズおじさんでしょ。でユニコーンスパイクか、なるほどね。ヘルファイアと、まあディランかな、うん、もうさこいつやっぱここの監督バカだな、センスない。一ノ瀬マークドモロニージョベンチで悪、そりゃもう解任よ、そりゃ解任ですよ、いらんじゃんこの辺。ディエゴはいりません、マラドーナだった、伝説の選手だった。さあということで、ここスタジアムどこだろうね、タイタニックスタジアムかね。まあ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 勝てるでしょさすがに。でもね本当に1ヶ月ぶりぐらいにタッチペン持ったから、もうすごいすでに筋肉痛。お前らには分かんないと思うけど、タッチペン持つだけでもうゲーム実況者は筋肉痛になるから、うん、パズドラタッチペン、もうこれ重さ、パズドラタッチ、負けた、パズドラタッチペンの重さ 230kg あるから、うん、もうトリコの体重と一緒。さあフォトンフラッシュ、オッケー、パズドラタッチペンな。パズドラ Z とか少ししかやんないで打ったわ、ゲオに一瞬で言った。俺やっぱ昔やっぱあの金な、お金ないじゃん、その働けない、まだ義務教育時代よ、義務教育時代お金ないからさ、やっぱあのゲーム2本売って欲しいゲーム1本買うっていうのをずっとやってたら、僕の周りからゲームがなくなりました。裁きの鉄、これ上がってるっしょ、オッケー。やっぱ安心安全の土方ライデンさん、ライデンさんなんで、メイドインライデン。さあ、パス出して、で中田出して、で最近なんかプロ野球とかもね開幕して、もう俺結構見て、俺巨人しか知らないから、野球はまあ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 最近見てるけど、その球団巨人しか知らないし、別にそれ以外見るつもりもないから、あの永遠のにわかっていう。で相手火属性なんで、まあここ一発かましますか。デスブレイク G4 なんでね、いつになったら G5 になるんでしょう。この俺このデータもう10年ぐらい経つんじゃねえ、やってひょっとしたら。おお、さあストームライダー、やばい、でもね10年っつったら稲妻イレブンが3まだ出てない可能性あるから、ナイス。さあということで、稲妻イレブン SD ですね、最近 0.5 周年記念のイベントが始まろうとしていますが、あの稲妻イレブンのあのスイッチの方どうなったんですか。新情報は全くありませんが、あれどうなったマジ、なんか2021年発売になったらしいけど、情報何も出ないのはどうなの。よくないと思うわ俺は。てかね、ちょっと俺稲妻イレブンストライカーズまたやりたいんだよね、あのキャラバンモード、あれをちょっとねもう一回ねやってみたいっていうのがちょっと最近思ってることであります。安倍総理風に言っていくわ、何々であります。さあサークルプレイドライブ、ほら相手のゴール深く、ゴール付近ペナルティーエリア内です。んさあこれ誰が取るか、俺何も押さない、誰が取る、先に誰、オッケー、誰だ、中田秀、こういうやつよ、やっぱりテストとかね一番最初に持ってくやつだな中田秀は。さあジェットストリーム、うおーっと、さりげなくライデンが加入している、よいしょ、超技持ってるんで、もう TP が、 TP の減りがえげつない。
でもこれはもう決まったでしょ。これさすがに止めれない。これ止めれるやつ川島ぐらいよ。川島かオブラクぐらい。おいナッシュ。さあこれで2点目ですかねって。よし決まってない。さあではこんな感じで、おでもディランもまだパス回されてないな。さあブロックナイス。でもねありがたいことに動画休んでてもねコメントをもらえてるんですよね。動画とかで、違う動画、過去の動画とかで、それがね結構嬉しかったりする。ありがとう、ありがとう、もう改めてありがとう。みんな支えられてますコメントに。さあ中田がミスしていくと。さあこれキート、おおーっと、これもう打たせるか。これ突破してこい、ミケーレ。オッケー、遠藤くん止めてみせよう。なんか飛びたか、今10番背負ってなかった。さあ打ってこい。こいつヘルファイヤーだと思うので、まあオメガザハンド使っちゃいましょう。何レボリューション V 出たー。これ実お、ダークエンペラーズの技だよね。で林属性技なんで、まあ属性相性は良くないけど、まあ遠藤くんのオメガザハンドなんでね、止めれないわけがない。止めれる気、止めれる目をしていたから。おナイスキー。さあではこれもう一発打っていきたいですね。オッケー、これは止めれる。でこれロング時間ないんで、もうロング打っちゃおうかなと。つないブースト、いやこれ、あなんかファルカオ出てきてるし、いつの間にかキーパー凍ってるな、凍ってるなって何。さあつないブースト、これチェーン入ればいいけど、チェーン入るやついっかな。まあブロック軌道は入んないでしょ、誰もチェーン入んない。これどうだ、いやカポエラスナッチ V2 はですよね。俺でも最近この必殺技習得しようと思って真似したんだけど、そう内もも肉離れしてね、うん、それで多分2週間動画投稿できなかったのかな。さあということで、おロニーチョ出てきたね。あ一ノ瀬とかは出てこないんだね。アメリカ代表嫌われすぎじゃない、ユニコーン全然出てないじゃん。ディランぐらいよ出てんの。さあこれもう1点ぐらい欲しいところだね。ヒロトの天空落としとか好きなんだよね。天空、なんかヒロトの新必殺技とかさ、技進化するシーンって大体かっこよくね。うん、めっちゃかっこいいよね。よいしょ、でもやっぱ俺の一番必殺技の好きなシーン、必殺技で何か必殺技が登場するシーンで一番何が好きかと言ったら、やっぱ皇帝ペンギン3号が登場するシーンだと。この話からの今皇帝ペンギン3号ズドンだったろ今、そのための盛り上げだったじゃん。キド何諦めとるお前、躊躇したろそれ。これおーっと、おいもらい、えいいよもらってたよね今。お前レオナルド・ダ・ヴィンチなんかに取られるわけないじゃん。お前絵描いとけな。うん。絵描いとけ。さあ、パス出して。レオナルド・ダ・ヴィンチに絵描いとけって俺何様だよ。やばすぎでしょ。相手風なんでデビルボール。さあ、もう相手次第でね。敵次第で、キド君は天使にも悪魔にもなります。デーン。さあ、撃っていきましょう。皇帝ペンギン3号。今までの皇帝ペンギンが2弦なら、そこに高さを加えて3次元にすればいいんだ。てれれれ。あったかい。気持ちになったラリゲラい、その優しさに、なんだこいつ急に四足歩行。ナイス、この調子でいくぞ。さあいいですね、やっぱりこの皇帝ペンギン3号は結構ね思い出深いというか、やっぱいいシーンはねいつ見てもいいものですよ。うん、1日 2,3 回見るからね、あの皇帝ペンギンのシーン、あれ見てから動画撮るからテンション上げて、それ撮っちゃうよ。おっと、ちょ今さ一丁前に撮っちゃうよって言って撮るのは一番ダサいやつだから。出た、風船ガム。風船ガムって聞くと銀玉のエンディングを思い出すんだよね。これあロニージョ撃ってくるか、ディラン来る、おディランが渡す、それわば間違えた。ちょ遠藤くん戻れないんだ、これちょっと壁山出すつもりだったんだけどな。ストライクサンバは林なのでマオズハンド。さあということで、これ稲妻イレブンの4コマ漫画に出てきたスタジアムを汚さないでくださいっていう、うん面白いね。さあということで魔王ザハンド、いや遠藤くんの魔王ザハンドいいね、ギャップ。おいナイキー。さあこのままガニメでプロトンでズオンでロングシュートよ。おお技レベルアップした、いいね、久しぶりに見たこの技レベルアップっていう、このエフェクトじゃないですね、フォント表示気持ちいいね。あこれさ、俺確か俺の不動さ、ナイス。あ懐かしいな、あいつめっちゃキック上がんだよな、今の金髪の体ごつい人取れる。えお前ボディで負けんなって、お前ケン、そんなゴリゴリでさ俺喧嘩強いっすよみたいな顔しといてボディ負けんのは恥ずかしいって。
いやこれエラシコじゃない、いやスパエラ来た。いや気持ちいいわこのドリブル、気持ちいいよね。ちょっとこれラスト止めと起きた。おテレストルーエボールトルーエ、よっしゃ取った。ライデンパス出して、うんうんうん、ボール、おい足元からボール離れるって、お前本当にそれでプロか、笑わせるわそれは。さあパス出して、ナイス。どうしようかな、ザパス。やっぱこの技もね、この技も技大好きランキング、うん、この技大好きランキング2020でトップ3には入ってくる。さあということでカポエラスナック V2、 これはナイス。この調子でいくぞということで4点。いやこれ5点目いけなかったかな、審判ちょっとね時間には厳しいからね、うん、なんか時間に厳しい人あんま好きじゃない、俺あんま好きじゃないわ。ということで試合終了、4対0でまあ A ランクリアとなりました。ということでどうでしたでしょうか。いや久しぶりに動画撮った、やっぱいいね、うん、やっぱいいわ、ザ・バスかっけえわ。何が皇帝ペンギン3号だわ、ペンギン黙っちょれと、食うぞペンギン食うぞ俺が。いやーにしてもやっぱね、動画撮ると喉が痛くなるわ、久しぶりに撮ると、うん、キャパオーバーして、俺の喉がキャパオーバーしてるわ、すごいね、ガラガラになってる。うん、ガラガラって言ったら俺のブーツはガラガラヘビって出てきたんで、もうやめます、今日やめます、もう寝ます。はい、ご視聴ありがとうございました。でまた動画投稿ね再開していきたいと思うので、ぜひぜひ、ね、今のゲーセンこれからも、よろしくお願いいたします。ということでご視聴ありがとうございました、うん、バイバイ。